マリ共和国。マリ共和国。通称マリは、西アフリカに位置する共和制国家。西をモーリタニア、北をアルジェリア、東をニジェール、南をブルキナファソ、コートジボワール、南西をギニア、西をセネガルに囲まれた内陸国である。首都はバマコ。国土の北側3分の1は、サハラ砂漠の一部であり、ちょうど中心を流れるニジェール川沿岸に、濃厚地が広がる。 南部はやや降水量の多いサバンナ地帯である。正式名称は、レイプブレイクディーユーマリ、レピューブリックデューマリ、通称、マリ。公式の英語表記は、リパブリックオブマリ、リパブリックオブマーリ、通称、マリ。日本語の表記は、マリ共和国、通称、マリ。漢字表記は、ウマザト。植民地時代は、フランス領スーダンと呼ばれていたが、 独立時に現在の国名となった。マリの名はかつてこの地にあったマリ帝国の繁栄にあやかって名付けられた。マリとはバンバラ語でカバという意味で首都バマコにはカバの銅像がある。現在のマリの領域における最古の国家は7世紀に起こりマリ西部を領したソニン家族のガーナ王国と東部のガオに起こったガオ王国とされている。特に ガーナ王国は北アフリカのアラブ人から塩を輸入資金、増毛を輸出するサハラ交易、いわゆる塩金交易によって8世紀に絶頂期を迎えた。しかし、ガーナ王国はサヘルの乾燥化によって勢力を減退させ、1076年にベルベル人のムラビト町に攻撃され、小国へと転落した。ガーナ王国の衰退後、 マリ西部はの起こしたファンイスラムのが覇権を握った。13世紀に入るとニジェール川上流部にいたマンディン家族のスンジャタケータがマリ帝国を起こし1235年でスス王国を滅ぼしてこの地域の覇権を握った。マリ帝国はニジェール川中流域へと勢力を拡大しジェンネートンブクトゥといった公易都市が繁栄した。マリ帝国は マンサムーサ王の時代に最盛期を迎え、豪華なメッカ巡礼の様子は後世まで語り継がれたが、14世紀末から衰退に向かい、やがて15世紀後半には、マリトータンの顔にとを置いた、損害族の損害帝国がこの地域の覇者となった。損害帝国は、村にあり、マイナス1492年やアスキア、ムハンマド一世、1493年から1528年、 といった優れた統治者のもとで大いに繁栄した。16世紀末になると損害帝国は大い継承争いで大きく国力を落とし、それをついてサハラ砂漠中央部のの岩塩をめぐって対立していたサード朝、モロッコが砂漠を越えて侵攻を行った。損害帝国は1591年のに破れ、1592年には滅亡した。 損害に代わって新たに、ニジェール川中流域を収めることになったサード町は、しかしこの地域を統治し続けることに失敗した。英州アフマド・マンスール・ザハビーが1603年に死去するとサード町内部では、内紛が続き、サハラを越えてニジェール川中流部に勢力を保ち続けることが不可能になったのである。1612年にこの地方のモロッコ人たちは、 サードアッサから独立し、以後土着化しながら1833年まで統治を続けるものの、その勢力は微弱なものだった。損害帝国崩壊後、17世紀にはこの地域では、1753年から1854年、1650年から1898年、など、多くの小王国が乱立したが、その中でも、 セグルのバンバラ族による1712年1861年が勢力を応し18世紀後半にはニジェール川中流域を支配した19世紀に入るとこの地域ではフラニ族によってスードのジハードが行われイスラーム国家が成立した1820年にはが成立して内陸デルタを支配下に置いた世紀半ばには 内陸デルタではが、1848年1890年を建国して、バンバラ王国やマシーナ王国を滅ぼし、ニジェール川上流域では、サモリトゥーレが地方に1878年1898年を建国したが、ヨーロッパ列強によるアフリカ分割を抑えることはできず、いずれの国もフランスによって滅ぼされた。 すでに自国領としていたセネガルからセネガル側を遡って侵攻してきたフランスは1880年に海に首都を置く大セネガル植民地を成立させ1890年にはこの植民地はフランス領スーダンと解消された1904年には首都はバマコへと移転したフランス植民地期には綿花の栽培が推進されまた内陸デルタでは 水田開発が行われた。第二次世界大戦後、植民地独立の動きが広がる中で、マリでも独立への動きが始まり、1958年にはフランスの自治国スーダンとなった。1960年6月、隣国のセネガルと共にマリ連邦を結成し、フランスから独立。しかし、その年の8月にセネガルが連邦から離脱したため、翌9月に、 マリ共和国と国名を改めた。初代大統領のモディボ、ケータ大統領の下で、社会主義政策が推進されたが徐々に行き詰まり、1968年に、ムーサトラオレのクーデタが発生し、長い軍事独裁体制の時期に入った。1974年には、東部のアガチャー地区で、オートボルタとの間に、ザハーストウォー、11月25日から12月中旬、 と呼ばれる、小規模な軍事衝突が起きた。1979年に単一政党まり、人民民主同盟が結成され、トラオレが大統領に選出されて、形式上は民政移管が行われたものの、一党独裁体制はそのまま継続していた。1985年には再びアガッチャー地区で、ブルキナファソとの間に、クリスマスウォー。 12月14日から12月30日が起きた。1991年にクーデターが起こり、実権を握ったアマルトマニトゥーレの下で暫定政府が発足。トゥーレ暫定政権は民主化を進め、翌1992年に憲法を制定し、大統領選挙が行われて、アルファ・ウマルコナレが就任した。この頃、マリ北部とニジェールでトゥアレグ族の MPLA とのフィアが過激な分離闘争を繰り返してきたが、1996年に武装解除が行われた。コナれ政権は民主的な政権運営を行い、言論の自由や複数正当性をよく維持した。2002年には人気満了で退任したコナれに代わり、軍を退役していたアマドゥトマニトゥーレが大統領に就したが、トゥーレ政権でも マリの民主性はよく維持され、アフリカで最も民主的な政府の一つに数えられるようになった。一方で2004年、2006年には反政府武装組織 ADC を結成し、マリ北部において再び武装闘争を展開。2011年リビア内戦に参加することによりさらに戦闘能力や武器を強化した。2012年1月、 トゥアレグ族は新たに独立を求め、で放棄し、マリの北部各州、アザワドを制圧した。戦いの中で、政府軍内部からは、武器が足りないなどといった不満が噴出し、同年3月に、マリ軍軸エデターが起きて、トゥーレ政権が打倒される事態となった。さらに4月6日には、トゥアレグ族の、反政府武装組織、ンラタマシェク語、と、サラフィージハード主義組織アンサルディンが、 北部三州、アザワドを制圧し、一方的に、アザワド独立宣言を発表した。5月には、アザワドを制圧中の国際テロ組織アルカーイダ系、武装組織、イスラムマグレブ諸国のアカイダ、が、トンブクトの聖覇化を破壊したと発表した。その後、アンサルディーンと対立したんだは、攻撃を受け、アザワド内の拠点をすべて失い、アザワドは事実上崩壊。現在、 マリ北部はアンサールアイコールディーンの支配下にある。2013年1月、フランスが軍事介入を開始、セルバル作戦し、政府軍と共にアンサルディーニやイスラムマグレブ諸国のアルカイダなど、イスラム系反政府勢力に対して攻勢をかけた。また、マリ政府側では2013年8月に大統領選挙が行われ、9月にイブラヒム・ブバカール、 ケータ大統領が就任して民主制が復活した。マリは共和制、大統領制を取る立憲国家である。現行憲法は1992年1月12日に制定されたもの。国家元首である大統領、プレザデントで LA レイプブレイク DU マリは国民の直接選挙により選出され、任期は5年。参戦は禁止されている。 首相は大統領により任命される。内閣に相当する閣僚評議会、コセイユでミガーズのメンバーは、首相が任命する。議会は一員制で、正式名称は国民議会アセンブレーナスヤナル。憲法によると国家唯一の立法機関とされている。定数147議席。国民議会議員は、マリを構成する8州と1特別区の人口比に、基づき、 国民の直接選挙で選出され、任期は5年である。マリは、実質的に、複数政党制が機能する、アフリカでは、数少ない国家である。宗教や民族を基盤とした、政党、地域政党、性別による差別を主張する政党は禁止。主要政党としては、ムーサ・トラオレ軍事独裁政権の打倒後に、政権の座についたマリ民主同盟、アデマが、 最大のものとして挙げられる。他の有力政党には、マリ連合があり、民主化主導全国会議、国土、愛国復興運動、MPR という小政党とともに選挙同盟規模を2 0を形成している。国民議会内の勢力は、以下の通り、最高司法機関は最高裁判所、クアサプレムである。以下の8州と、バマコ特別区に分かれている。最大都市は、 首都のバマコである。バマコは国土の南西部のサバンナ地帯に位置し、ニジェール川に面する。マリの経済の重心は国土南部のサバンナ地帯にあり、バマコをはじめシカソやセグーといった都市も南部で重要な位置を占めている。シカソは南部の農業地帯の中心都市であり、またバマコからコートジボワールの港湾都市アビジャニへと向かうマリ大の貿易ルート上に位置するため、 綿花などの集散地としても栄えている。一方国土の軸となっているニジェール川沿いにも生端のバマコから東にセグー、モプティ、トンブクトゥ、ガオといった都市が連なる。セグーは18世紀からバンバラ帝国とトゥクロール帝国が相次いで首都を置き、植民地化された後もマラカラダムからの考えによって豊かな農耕地帯の中心となっている。モプティは ニジェール川と支流のバニカワとの合流地点にフランスによって建設された町であり、ニジェール内陸デルタの中心都市となっている。トンブクトはニジェール川が最も北に湾曲した部分に存在する砂漠の都市であり、マリ帝国から損害帝国時代には大繁栄したものの交易ルートの変化や周囲の砂漠化によって現代では都市に過ぎなくなっている。 マリ最東端の都市であるがおも、砂漠気候に属するが、ニジェール川本流沿いに位置するため豊かな水に恵まれ、マリ北部最大の都市となっている。マリは内陸国で、地理的には三区分される。北部のサハラ帯、中部のサヘル帯、南部のスーダン帯である。国の六ントが砂漠、サハラ砂漠と半砂漠であり、南部の低地砂ナから、 北東部丘陵で標高1000メートルに達するものの一部の山地を余計は全般的に平坦な地形をしている。最高地点は中部のブルキナファソ国境に近い1153メートル。欠点の気候区分によれば気候は北部が砂漠気候、南西部は亜熱帯気候である。北部は全域がサハラ砂漠となっており人口は気迫。 国土のほぼ中央部を西から東に流れるニジェール川はマリの国土の軸となっており、古代よりこの中流域にはいくつもの大帝国が攻防を繰り返し、現代でも食料、飲み水、農業、輸送などあらゆめんで国民生活を支えている。中でもモップティ周辺に広がるニジェール内陸デルタは非常に豊かな氾濫源である。南部はサバンナ地帯となっており、 マリで最も降水量が多く人口も多い。クリコロまでは隣国セネガルからの鉄道、ダカールニジェール鉄道が付設されている。このダカールニジェール鉄道はクリコロでニジェール川水運と接続し、かつてはマリの大動脈となっていた。ニジェール川は増水期にはクリコロからガオまでの約 2000km で大型船舶が運航可能であり、 インフラの乏しいマリの北部、東部の重要な輸送手段となっていが、滑水期には、航行が不可能となるため一年の半分しか使用することができない。マリは生産人口の80%が第一次産業に従事しており、農業及び牧畜が主要産業となっている。マリ最大の輸出品は金であり、2012年度には輸出総額の75%、 総生産の25%を占めている。これに次ぐ、主力産品は植民地時代からマリ経済の主力であった綿花であり、2012年度には輸出総額の15%、総生産の15%を占めている。綿花栽培は90年代以降好調を続けており、農民の多くが従事する綿花栽培の好調が民主開港のマリの正常安定を支えた。 農業は国の二大農業地域であるニジェール川流域とマリ南部のサバンナ地帯によって異なった形で行われている。ニジェール川内陸デルタでは川の氾濫を利用した自然灌溉と大規模な灌溉施設を備えた人工灌溉の双方で稲作が盛んに行われている。サバンナ地帯においては綿花が主力であり、穀物としてはソルガムが主に栽培される。 やや乾燥したサヘル地帯においてはソルガムに代わり乾燥に強いトウジ人ビエが栽培される。西部のセネガル川流域ではソルガムや綿花のほかピーナツも栽培される。しかし国土全域において灌漑設備が弱くまた砂漠化の影響を受け収量は天候に大きく左右される。北部ではトゥアレク族が遊牧を行っている。またニジェル川 特に内陸デルタは非常に豊かな漁場となっており、河川漁業も盛んに行われている。この漁業は古代からこの地域の主要産業の一つであり、ボゾ人やソモノ人のように漁業を専門に行う民族も内陸デルタには存在していて、1950年代から70年代にかけてはニジェール川の魚は魔の主要輸出品の一つとなっていた。輸出入の経路は 独立以前は、セネガルのダカール港から、ダカールニジェール鉄道経由が圧倒的だったが、マリー連邦法壊時の政治的対立により、コートジボワールとの結びつきを強め、1997年には、輸出入の70%が、コートジボワールのアビジャン経由、30%が、ダカール経由となった。国内産業では労働力が吸収しきれず、出稼ぎが盛んである。 出稼ぎ先はコートジボワールやフランスが多い。しかしコートジボワールでは地元民と移民してきたブルキナファソ人、マリ人との対が激しく、この対立を一つの原因としてとなった。マリは多くの民族が居住する多民族国家である。最も大きな民族は国土南西部のサバンナ地帯に居住する農耕民族のバンバラ人、バンバラであり、 人口の30から35%を占めている。またかつてマリ帝国を築き上げたマリンケ人、マリンケやソニンケ人、ソニンケなども含むマンデの人口はマリの約50%を占めている。マンデ系の民族はいずれも国土の南西部に多く住む。ついで多いのは主にニジェール川内陸デルタに居住する反応、反北のフラニ人であり人口の 約17%を占める。ボルター人、ボルテイックは人口の約12%を占める。人口の6%を占める農耕民の損害人は国土東部のガオ地方に集中しており、かつては損害帝国を築いてニジェール川中流域を支配していたことがある。ベルベル人、ドゥアルグ族、ムーア人は人口のおよそ10%を占め、国土の北部に多く居住する。 遊牧民である。その他の小民族は人口の5%を占める。これらの小民族の中には、ニジェール内陸デルタの東側に伸びるバンディアガラの断崖に居住し、独特の文化を持つドゴン人や、漁業を専業としニジェール川内陸デルタを中心に、河川近辺に居住するボゾ人などを特色ある民族が存在する。公用語はフランス語であるが、 国内の多数部族が使用している4つの言語を国語と定め、教育その他の分野で使用している。中でも、首都バマコを中心とした南西部で使用されるバンバラ語は理できるものが多く、共通語化の道を歩みつつある。このほか、フルフルデ語はニジェール内陸デルタで損害語はガオを中心とする東部で話者が多い。イスラム教が90%。 伝統的宗教が5%、キリスト教が5%である。2003年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は46.4%、男性53.5%、女性39.6%である。マリには古くから息づくグリオーによる演奏があるが、1960年にマリは独立後、政府主導で、 芸術振興政策を促進、ポピュラー音楽が盛んになり始める。各地域が提供者となり、オルケストル・レジオナルド・モプティア・オルケストル・レジオナルド、セグー、レールバンド等の国営楽団が出現した。レールバンド出身のサリフ・ケータが1970年代にデビューし、1980年代より世界に踊り出てメジャーデビューを果たす。ケータの他にも、 西洋音楽に影響されたミュージシャンが多く育つ。サリフをはじめとしたマンデーポップが流行る中で民主化を背景とした南西部のワスル音楽も広がりつつあった。非マンで系民族の音楽も注目されるようになり、北東部出身のトゥアレグ人のグループ、ティナリオエンによる砂漠のブルースがポピュラー音楽として知られるようになる。ソロミュージシャンとしてはギタリストのあり、ファルカトゥーレは 国際的に人気がある。彼は、アメリカのライクーダーとの共作トーキングティムバックトゥーで1995年グラミー賞を受賞したこと、ある。彼の息子、ビーユもギタリストとして活動している。グリオー家系のミュージシャンも多くおり、中でも、コラ奏者のシディキジャバテは70代以上続く、コラ奏者の家系に生まれ、コラの王と呼ばれたほどの名手であった。 彼はマリーが独立した後に国立楽団に加わっていた。彼と歌手のネネコイタとの間に生まれたトゥマニ、トゥマニジャバテもコラ奏者として知られている。彼は元来は伴奏楽器であったコラを独奏楽器として発展させた。またトゥマニはアリー・ファルカ・トゥーレとも共演したこともあり、二人の共作、イン・ザ・ハート・オブ・ザ・ムーンで2006年グラミー賞を同じく ジャバテとの共作リートーマニで2011年、グラミー賞、ベストトラディショナルワールドミュージック賞を受賞した。また、トゥマニの老いにあたるままズも、コラ奏者として活動している。映像作家として知られるスレーマンシセは、社会的メッセージ性の強い作品で、国内外から高い評価を受けている。マリ国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が3件。 複合遺産が1件ある。詳細はマリ共和国の世界遺産を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。